おはようございます。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日はですね、フィリピンで新型コロナウイルスにかかってしまったらどれぐらいお金がかかるのか、はい、医療費について調べましたので、まあかからないのがもちろん一番ですけども、万が一もしくは周りの方で何かあった時のためにご参考までにご紹介いたします。こちらフィリピンのヤフーニュースの記事になっていたものです。フィリピンでは医療費が高額なため、多くのフィリピンの方が入院する余裕がありません。新型コロナウイルスのパンデミックの中で多くの人がコロナウイルス自体よりも、いざコロナウイルスにかかってしまったら病院代、医療費はどうしようと、高額な治療費の方を心配している人の方が多いかもしれません。それではフィリピンの新型コロナウイルスの治療費は一体いくらかかるのでしょうか。新型コロナウイルスの平均的な治療コストに関する具体的なデータはまだ出ていません。コロナウイルスにかかる医療費は、病気の重症度、そして患者が入院している病院、そして入院期間など様々な要因によって異なります。ただですね、ヤフーニュースでは具体例を紹介してまして、ある60歳の患者の方はわずか1週間の入院で病院からの請求がなんと140万ペソ。これは日本円にすると約295万円であったとのことです。すごい高いですよね。その患者の方は他の病床が満床だとの理由で結構たらい回しにされた挙句、最後モンテルンパのアラバンというところにある私立の高級な病院に入院したとのことです。で、フィリピンではフィルヘルスという保険があるんですけれども、フィルヘルスの CEO であるリカルド・モラレス氏は4月8日の時点でのインタビューで、それまでフィルヘルスで保証した最高金額は320万ペソ、これは日本円にすると約672万円を保険で保証したと話しています。また別のケースでは、マニラ首都圏の私立病院で基礎疾患なしで新型コロナウイルスにかかり、中ぐらいの症状で18日間入院をして110万ペソ。これは日本円で約231万円請求された人もいたということを話しています。で、ここで新型コロナウイルスにかかる医療費の主な内訳をお伝えします。まず医薬品。これは錠剤とか注射器などで、30万と 5636.06 ペソ、これは日本円で約64万円。そして臨床検査で178,820 ペソ、これは日本円で約38万円。そして緊急治療室の使用、これは投薬とか機械の使用を含めて176,945 ペソ、これは日本円で約37万円。そして人工呼吸器の使用が123,665 ペソ、これは日本円で約26万円です。そして病室と食事、これは例えば4日間の ICU と5日間通常の隔離室に入院した場合の病室と食事代で55,700 ペソ、これは日本円で約12万円ですね。だいたいこれぐらいかかるとのことです。一方で、先ほど紹介した例、高額な医療費を払ったという例の患者さんたちは、救急車で病院まで運ばれたんですが、そのお金は地方自治体が出してくれたとのことです。これはもしかしたら地方自治体によっても変わるかもしれないですけどね。私が住んでるダバオ市とかは救急車タダでやってくれますけども、これはもしかしたら地方自治体でケースバイケースとなるかもしれません。というわけで、新型コロナウイルスにかかってしまうと、医療費がものすごくかかりますね。通常のフィリピン人の人がこの100万ペソ払うというのはものすごく難しいことですし、大卒の初任給があれですからね、もちろんピンキリありますけれども、だいたい1万ペソ前後、もう地域とかにもよりますけれども、私が住んでるダバオとかだったら1万円ペソあればいい方だと思います。だいたい8000ペソぐらいですかね。なので日本円にすると1万6000円から、まあ、2万円ちょっとぐらいが大卒の初任給なので、それを考えたら、もう100万ペソ、200万円とか出してもう無理ですよね。まあ、我々外国人にとってもね、やっぱり100万ペソ、200万円以上とはものすごく高い金額ですね。ただし、フィリピンの人は、ユニバーサルヘルスケア法という法律がありまして、コロナウイルスでフィルヘルスという保険が使える公立または私立の病院に入院すれば、フィリピンの方は政府からの財政支援を受けられるとのことです。
フィルヘルスというのは公的な社会制度になってまして、公表されているデータによりますと 90% ぐらいのフィリピンの国民はフィルヘルスに加入しているとのことです。まあ結構それでも出生届とか出してない人も山の中とかにいたりしますから、まあ、なかなか全員となるのは難しいかもしれないですけども、収入によって払う金額とかも変わったりしてますし、海外に出稼ぎに行っている人たちは高めですとか、まあ我々外国人も、加入できる資格のある人は高くなってしまうんですけども、まあ、ただ貧しい人には、払わなくてもちゃんと保険に入れるように、そういう仕組みになっています。なので今回も、貧しい人であっても、そしてまだ登録してない人でも、しっかり登録をしてフィルヘルスに入れば、ちゃんと保証がしてもらえるということですね。それではその保険でどこまで保証してもらえるのかですけども、実はこれは時期によって異なっています。2020年の2月1日から4月14日までは実はもう全範囲適用されていたんですね。もういくらかかろうがフィリピン人であれば、もしくはフィルヘルスに加入している人であれば全額適用されていたんですけども、これが4月15日から変更になっています。はい、4月14日までは新型コロナウイルスに関連する検査、入院、治療を含む全て適用されていたんですが、15日以降は次のようになっています。まず新型コロナウイルスの検査については保証額が2710ペソから8150ペソ、これ日本円にしてだいたい4500円から1万7000円まで保証されると。で、次にコミュニティからの隔離についてですね、これに対しては22449ペソとなっていて、日本円でだいたい4万7000円です。そして次に軽度の肺炎、まあ新型コロナウイルスで軽度の場合の人は、高齢者で4万3997ペソとされています。これは日本円でだいたい9万2000円まで。そして中程度の肺炎の場合は14万3267ペソで約30万円日本円で。その次、重症の肺炎の場合は33万3519ペソですね。これは日本円でだいたい70万円。そして致命的な肺炎については78万6384ペソ。これはだいたい日本円で165万円まで保証されるとのことです。まあこれを読み上げてみますと、先ほどお伝えした中程度ぐらいということでしたけど、それでも100万ペソは超えていますの で、また一番フィルヘルスで4月14日以前に払ったのは320万ペソ日本円でもう672万円ということなので、この適用範囲で全然追いつかないですよね。フィルヘルス側もずっとその金額を出し続けるのは難しいとなったんでしょうね。それでもう適用額を決めて、そこまでと、はい、4月15日以降はなっています。そしてこの保険を使うときなんですけども、まあ、フィリピン人のお友達とか配偶者がいらっしゃる方とか、もしくはご自身でフィルヘルスに入られている場合の方の参考ですけども、基本的に病院は新型コロナウイルスの患者に請求することにはなってないらしいんですね。ただし新型コロナウイルスという今まで経験したことのない事態に遭遇しているので、このフィルヘルス、本当は病院は患者に請求しちゃいけないんですけども、実際現場ではフィルヘルスのこの適用に混乱があり、一部の患者は入院費の一部を自分で先に支払う必要があったとのことです。それでもフィルヘルスによりますと、自分で支払った場合にはその支払った分を全額後で払い戻しをフィルヘルスから受けることができると発表しています。その場合、患者は新型コロナウイルスの治療の領収書または証拠を提示して還付請求を行う必要があるとのことです。そう、フィリピンはですね、病院に行って検査を受けたりとかする前にまずお金を払ってからなんですよね。そのお金を払わないと基本的に何もしてくれないというのがフィリピンのルールになっています。最初ある程度もう払ってから、検査なり治療なり手術なりと、先にこんだけお金、これだけのお金をまず払ってくださいと提示されまして、それを払わないと先に進まないというのがフィリピンでの病院の事情になっています。なので今回のコロナウイルスの場合も、本当は病院がフィルヘルスの保険から直接やり取りしてお金をもらわなくちゃいけないところを、患者さんに先にやっぱり払ってくださいということで、患者さんが払って後からフィルヘルスに還付してもらうということが現場では起こっているそうです。実際私の知り合いでも新型コロナウイルスではなかったんですけども、他の病気で急遽
救急車を使って病院に行かなくちゃいけなくなった人がいまして、ただ病院に着いてから新型コロナウイルスを含む諸々の検査で4万ペソぐらい、日本円にしてだいたい8万4千円ぐらいをまず払ってください。それでないと検査できませんということを言われたらしいんですね。で、その知人はその時お金も持ってなかったですし、まあ一般のフィリピン人からするといきなり4万円払うっていうのはかなり難しいので、それだったらいいですと。新型コロナウイルスでここに来たんでもないのに、なんで新型コロナウイルスのお金まで先に出さなくちゃいけないんだということで、救急車で運ばれていったんですけども、もうお金払えないからもう帰りますって帰ったっていう人もいます。まあ、その後結局そのお金にびっくりして、病気もびっくりしたから治っちゃったとか言ってますけども、はい、フィリピンはそういうお金がないと治療を受けられない。で、そういうことをフィリピンの方もしているので、病院になかなか行かない、行けないという人も多いですね。で、今回もこのフィルヘルスのことについて、もしかしたら貧困層の人でこういった情報を知らない人は、やっぱり病院行くとお金高いから行けないとか言って、そのまま家に閉じこもっている人もいるかもしれないですね。そしてそういうところの貧困層で今結構ダボーシに関しても、新型コロナウイルスの感染が広まってしまったりしているので、結構悪循環な感じになっていると思います。そしてフィルヘルスは4月15日以降適用限度額が決まってしまいましたんで、フィルヘルスとしても他の HMO という医療保障ですとか生命保険会社を個人的に入ってたりですとか、そういうのを併用してできるだけ自分で払うのを抑えましょうということも言っています。まあ、日本人の方でフィリピンにいらっしゃるという方は、海外旅行保険ですとか、クレジットカードについている保険ですとか、あと国民健康保険ですね。これは後で還付をすることができますので、ご自身で加入している保険がどこまで適用できるか。これ簡単にインターネットで調べましたら、新型コロナウイルスなんとかカードとか、新型コロナウイルスなんとか保険で調べればすぐに、新型コロナウイルスの場合どれだけ適用されるかっていうのも調べられますんで、あと今回私が調べている中で、海外で病気になったり、まあこの新型コロナウイルスで病院に行った場合、どのように自分が入っている保険を適用すればいいかと分かりやすく書いているブログも見つけましたので、説明欄に貼っておきます。必要な方はそちらをご覧ください。そしてフィルヘルスに関しては、まあ先ほど貧しい人もたくさんいるという話はしましたけども、フィルヘルス自体はですね、そういった貧しい方に関しては、ちゃんとフィルヘルスで考えて追加のお金を出さなくてもいいようにしますということを、発表しています。はい、というわけで今回はフィリピンで新型コロナウイルスにかかるとどれぐらいお金がかかるのか、ものすごく高い金額がかかるということをお伝えしました。これを出すのはやっぱ難しいです。まあ保険があると言っても、先ほど申し上げたように病院行った時に先にまずは払ってくださいと、カード使えないところとか、まあカードの保険入ってない人とかはですね、言われたりすると思いますので、もう結構それを出すのは大変なことだと思いますので、やはり新型コロナウイルスにかからないことが一番ですので、今規制が緩和されている中、外に出てる人も増えてますし、先日の動画でお伝えした海外から帰ってきたフィリピン人労働者の方で 2% の人がですね陽性だったというニュースも出ていますので、引き続きくれぐれも気をつけていきましょう。はい、この動画がいいなと思われた方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。はい、チャンネル登録がまだの方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。